しこまりやっていきたいと思うんですけど、うん、しゃべれよ、なんかしゃべり出したならどうした君たち、おかしいぞ。ネコラボラボ、こっからだよな、この物語って。あ、こっから始まるんだ、ネポラボの物語。あ、これでね、位置をね、え、待って、ラミでかくね、これ何の大きさなの、身長。いや、そしたらペコラが一番でかいことになるな。何のでかさなんだ。とりあえずやっていくぞ。おー、すげえ。早く生まれて。なんでルーナは急にハート飛ばしたの。なんでルーナは、なルーナはルーナよりカナタのがでかいの。冷静にスバル、カナタがさ、握りつぶしちゃうぞ。おりゃー安心した、君最高だよ、天才だね。どん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 。あ、また君のこと気持ちよくできて。やばいやばい、ボイスが交差できしすぎてちょっとよくわからなくなった。こねーねー、おっぱいが大きければ大きいほどいい。やっぱりこれおっぱいの大きさなの。え、そしたらペコラが一番でかいことになるから絶対違うな。ようこそ八条特急列車へ。八条特急列車マジで何じゃん。なんかこのゲームやってるとホロメン怖くなってくるな。なんで発情特急列車って、しかもずっと一人は握りつぶすって。こねーねー、気持ちいいよ。こねーねー、こねーねー、こねーねー、こねーねー。握力50キロすごい。カナダってマジで握力50キロなん。これこうね、マリンの中でも相関でもやばいやばい、もうか耳おか頭おかしくなるこのゲーム。どうする、こうで、あねねあねねあねね、クソガキすぎるだろこいつ、こんで寝れんだ、やばい。あー気持ちいい。ロミ、大竹のことをテロハリないよね。いろんな女に手を出しては、あーちゃん来た、なーいろんな女に手を出しては振られています。振られてねえよ。マリンは頑張ってポロリしないように。いや、しろよ、ポロリしないように。急にマリンがなんか脱ぎ出したりとかするの怖いんだけど。まずい、エッチすぎる。嘘、え、ラミがわかる、え、気持ちよくなっちゃった。気持ちよくなるな、やばい、巨大なこの、な、なにこれ、え、これなに、プニ、これなん、巨大なこの顔面、顔面の中にポルカと、うん、なんかボタンが閉じ込められてる。可愛いけど置く場所なくてイラつく。ここにボタンを置い、え、これやばくね、いやっ、ちょっとごめん、汚いチーカオが、イケラミ合体しろ、フュージョン、な、なに、終わった 笑ってる場合じゃない、死ぬぞ。ここでシシロアタック。おい、とは合体しろよ、お前なんで合体しねえんだ。こうでしょ、よしよしよし。で、マジどうもありがとうございます、助かります。このセリフラミいつ言ってんの、マジで聞いたことない。ねえ、ユキミいる、愛してるのはラミちゃんって いつ言うの。一緒にムラムラしていきませんか。ムラムラ、あー、ルーナー、ルーナー、始まるよ、始まるよ。寝起きの味丸屋さんじゃんこれ。本気の味丸屋さん今やるから差し替えてほしい。ちょっと待って、おい、これガチ寝起きです。いくよ、味まるよ、味まるよ。ちょ、ごめんけどこっちにしてもらっていいか。スバルはどこになるんだ、誰よりでかいんだ。ずんだずホア助かるじゃないんだよ、ホア してるだろお前も。どうせこのさ、ウーペーって本物なの。え、これガチ本物なの、やば。ペコラガチってんのか今これ。ペコラの一日見てみたいな。スバルは、ん、待って、ボタンが消えたのか。ボタン、ボタン、ごめん、記念日なのにボタンちゃん消えちゃった、どうしよう。来た、アジマル屋さんだ。は、喋らないんだけど。最高、めちゃめちゃ可愛い。え、嘘、え、なんか切り抜きで大空スバルがすごい味丸してるって聞いたんだけど、喋らないんだけど、スバルの味丸屋さん。え、味丸よ、ちょっと、うん、どうしよう、ちょっと待って、味丸よ、寝起きやないか。最近発情し始めたわけではなく、元から発情していたわけですね。ああ、はい、そうなんですね。
ちょいちょい入るマリンの豆知識なんなんだよ。ねえ、スバルのアジマル屋さんガチ喋らないんだけど、これ何？喋れよアジマル屋さん。アジマル屋さんってこんな喋らねえの？合体しないといけない。ママジュース、ねえねえねえ、きたね。ちょっと待って、びっくりした今自分の声聞いて。スバルさ、すごいさ静かじゃんって、合体するときにあーとか言い出すからマジでびっくりする。だからフォルカを揃ってアジマル屋さんになったらアジマル屋さんの産声が聞こえるんだ。そういうことね。完全に理解したわ、アジマル屋のいでたちを。ラカ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 ラ、やべえ、変なところにルーナ生まれちゃったよ。お付き合いはしませんか？お付き合いはしません。あーラララララララ何、あーヌーナもー、スバルもしかして下手くそか。来た、アジマルちゃん。アジマルないじゃん。アジマルよ。アジマル屋さん静かでさ、寝起きだからね。あれかな、通常のアジマル屋入れるとちょっとうるせえからっつってナーフアジマル屋にされたんかな、これもしかして。スバル最近ルーナの切り抜き見てる、あれめっちゃ好きなんだよね。あのなんかルーナがモンハンするとか言って、うん、なんなって言いながらなんかボックス漁ってる切り抜き、やるじゃん。それじゃポルカがやってきて、ポンポン笛吹いてって一生言われてるやつめっちゃ好き。ルーナがね途中ね怒るシーンがあるんだけど、ちょっと怒るっていうかなんかまあみたいになるシーンがあるんだけど、その時になんか草をブチブチちぎりながらやるんだけど、なんか草をねブチブチちぎりながら切れてるルーナがめちゃめちゃおもろくて。ナイス、トワ様でーす。今この瞬間何の準備ができたということで、一つよろしくお願いいたします。トワ様でーす。あんまり聞かないタイプ。やばい、そろそろやばくなってきたか。あ、やばい、またルーナが。ルーナお前を救ってやる。ルーナやばいのらね、行かせた。おっぱいが大きくなった。ルーナ危ない、体合体しろ。よし、おはよう、だ人間。おはよう人間。君の会社大好き。今のわための何、おはよう羊、おはよう人間初めて聞いたんだけど、スバルが知らなかっただけか。おはよう羊、おはよう人間。いや、頑張れ頑張れ、ハナナミ、頑張れ頑張れ、ハナナミ、ハナナミ。ペコラどんだけやり込んだんだよ、やばいだろ。やばいな、めった愛せない。ラミーとさ普通に対談コラボしたいんだよな。大人の色気教えてもらうぞ。ラミーって幽霊大丈夫なのかな、お化け大丈夫じゃないとまずスバルの家に来れないから人は。ちょっと来た、あーフレアー。フレアはねマジでいいやつなんだよ本当に。おい、ワタメ合体しろよお前、なんで合体してねえんだこいつ。ちら青春マジずっともだよねみたいな。ね、なんだワタメお前、合体しろってマジで。合体してもらわないと困るワタメに。お前場所取りすぎてる、なんかこの顔腹立ってきたっつって。ワタメお前合体しろってマジで。よしナイス。ポーン、始まる始まる。客観的に聞く自分の声なかなか強いな、なんか。懐かしい、やばい、今のチバチバで全てが飛んだ。何をしようとしていたんだ。あ、こうだ。うわ、力強すぎ。始まる始まる。スバルさ声が目立つというか、なんかうるさくね、気のせい。やっぱちょっとうるさいか。みんなの心のエナジードリンク。うるさい。